はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。まもなく5時ですね。4月2日の土曜日でございまして、あんまりまったりできません寒いもん。今千代田区10度ですよ。多分この日は13度ぐらいでしょうね。なんかまったりできませんね、ほんまにね。さて、日経新聞のサイトでこういう記事が出てまして、4月2日今日の15時31分ですね。大谷県外から一気に1位、大リーグ専門局選出トップ100という。私別に大リーグのファンでも何でもない、大谷選手のファンでもないですね。ないですけど、こう最近毎日のようにこの大谷選手の記事を見ない日はないですねアメリカの大リーグ、今なんか選手会のストみたいなことになってまして、オープン戦しかやっていないけど、やれホームラン打ったとか、投手としては登板してないみたいですけども、なんかこう三塁打打ったとか、なんかこう毎日新聞の記事、新聞の記事およびあれですね、そのネット記事でも出てますね。まあ非常にその、まあ日本人としてはですね、なんというか、まああれですね、喜ばしい活躍ではないかと思います。で、この記事いきましょうか。ニューヨーク共同、米大リーグ専門局の、そんなんあるんですね。日本プロ野球専門局ってあるんですかね。まあ、あってもええかもわかりませんけど、放送権料とか高いですからね。最近でもその地上波、日本でも地上波で昔は巨人戦は必ずやってたんですけど、最近見ないような気しますね。プロ野球の試合ってテレビやってるんやのかと。地上波でやってるような気がしませんね。昔僕の若い頃までは当たり前のようにやってましたけどね、20年ぐらい前までやってたような気がしますね。まあええわ。米大リーグ専門局 MBL ネットワークが1日現役選手ランキング100人を発表し、エンゼルスの大谷が1位に選ばれた。1位ですか。これなんか MVP みたいなもんですかね。それかその、あれかな、開幕前にこう人気投票みたいなもんですかね。投打二刀流で活躍が認められ、県外だった昨年から一気に浮上。昨年1位で今年2位のトラウト、エンゼルスら多くの実力者を押しのけた。というともそのトラウトがどういう選手かってよう分かりませんけどね、私は。選出の理由として、さっき打者で、46本塁打26盗塁をマークし、投手としても23試合で防御率 3.18 と好成績を残したことを挙げる。誰とも比べられない。だからさっきの昨季のリーグ、アメリカンリーグでしょうね、最優秀選手に選ばれた。昨年の大谷のような活躍を探すには1919年のベーブ・ルースまで遡らなければならないと期した。何なんでしょうね、そのね、これはあんまり日本では語られない話ですけども、やっぱしね、アメリカという国もですね、厳然とですね、レイシズムみたいなのがあるんですね厳然とあります。厳然とあって、まあ日本人もですね、どっちかというとその被害者になる方ですから、大谷選手のですね活躍を喜ばないですね、アメリカのホワイトがいるんですね。まあでも公式にはね、それはあってはならないということになってるんで、大谷さんがですねガンガン活躍したことはみんなこの称賛してるわけなんですけども、こう素直に称賛できないタイプの方もやっぱり厳然といるわけなんですよ。そういう人もやっぱ押しのけてね、こうやっぱ選出されてしまうのは、やっぱりこう実力がずば抜けているからなんでしょうね。
でこの方追いかけてるわけではないですけど、記事を見てますとですね、対応が素晴らしいですね、いろんな意味で。多分相当ね、どう言いますかね、きちんと親に育てられてですね、もともとそういう、こう、人間性の素質、素晴らしい人間性の素質があって、さらに生かす、きちんと親に育てられて、あとですね、その、野球をやってきた環境も良かったんでしょうね。日本ハムでしたっけ、確か日本にいらっしゃるときは。お金、もう一年待ったら何億業者もらえるとかいうようなところを蹴飛ばしてですね、俺は野球やりたいんやって言って、アメリカに行かれたというような記事を読んだ覚えがあります。金ちゃうとか言って。で、向こうでもですね、もう今やもう英語もそれほど不自由なくお話になるようです。まあ一応ね、通訳が、ついてるようですけども、英語もだいぶ上達されたみたいで、まあ怪我に悩まれてましたけど、去年の活躍は素晴らしかった。今年ね、開幕楽しみにしていたのにですね、まあストライキみたいなことになってですね、ああ、という感じでございますけども。どうなんでしょうね、その今年も活躍できればですね、これも本当すごいいい話ですけども、去年はね、後半ホームラン王争いであるのにですね、まともに勝負してもらえなかったですね。でやっぱりね、そのね、こう日本人がですね、アメリカ人を抑えてですね、トップに立つというのはですね、それはそれでですね、いろんなですね、その 100% 称賛される、心から称賛される、まあ表向きは称賛されますけども、去年もいろいろ事件がありましたね。なんかこう報道というか、解説者がなんか変なことを言うてクビになったとかですね、そういうのありますでしょう。だから我々はそういう現代に生きる21世紀に生きていてですね、そういうやっかみみたいなものがですね、カラードに対するやっかみみたいなものがあってはいけないんですけども、やっぱりあるんですね、厳然と。だから偉いと思いますよ、僕ものすごく。そこでこれだけね、活躍をしてきて、あれだけの明るさ、性格のね、明朗さ、誰からも嫌われないっていう、素晴らしいやんと。だから日本選手、今までね、野茂以来、まあ、その前から実はいるんですけど、まあ、大活躍した野茂以来、もう何年ですかね、30年近く前が野茂選手だったんですけど、それ以来、数々の選手を出してますけど、まあ、今までで、ピカピカのピカイチではないんでしょうかね、この方の活躍というのは。まあ、イチロー選手を超えるんではないかなと。超えたんではないかなというふうに思えますね。で、ぜひ今季もこう活躍していただきたいんですけど、まあこれね、プロ野球の選手の寿命っていうのは8年と言われてます。活躍できる寿命。で、大谷選手もすでにですね、どうでしょうね、5、6年は使い果たしたんちゃうかなと。5、6年は、象徴的な意味でですよ。象徴的な意味で5、6年の使い果たして、ちょっとこれからですね、こう、老いではないですけど、年齢とですね、こう戦わなければいけなくなってきたのかなという気もしないでもないですけどね。まあ活躍を祈るばかりではあります。あれですね、もうすぐ開幕するわけでして、どうこれね、だからね、もしね、こう大谷選手が期待通りの成績を上げられなかったらね、ざまあなんですよ。ざまあと思いたい向こうの人たちがね、山といるんですよ。いっぱいいるんですよ。だから、まあ、それを押しのけてですね、まあ、また来年の今頃ですね、こうやってですね、この MLB ネットワークですか、これでですね、選ばれるぐらい、まあ、100人の中で1番とは言いませんけども、まあ、上位10番ぐらいに入るぐらいに活躍をされているとですね、それはまあ、喜ばしい話ですね。はい、ということでございましてですね、この日経新聞、時々ね、こういうね、記事を出してくれるんですよね。日経新聞、体育部ってあるんですかって、要は、体育部か、運動部か。運動部あるんですかって、あるらしいですね。運動部が出してる記事がどうかは知りませんけどね。多分これは運動部以外のところでしょう。あ、そうか、これ共同ですね。共同伝ですね。失礼しました。日本経済新聞、大谷県外から一気に1位と。
大リーグ専門局選出トップ100という記事でございました。一応貼っておきますんで、興味ある方はですね、確認をされてください。一応全部読みました。はい、皆さんどうもありがとうございます。